今現在国会で繰り広げられている放送法をめぐる行政文書の問題。この問題で今注目されているのが行政文書の信憑性なんだよね。そんな行政文書の信憑性に関わる一つの材料が行政文書の作成者。でね、その行政文書の作成者なんだけれど、なんと小西議員が自ら国会で明るみにしたみたい。では、放送法をめぐる行政文書を誰が作ったのか。ピーチ太郎サードさんのツイートより内容を見てみてよ。ピーチ太郎サード。小西文書。小西博之。それぞれの文書を作ったと思われる総務省の官僚の方々。西方さん、私の後輩。長篠放送制作課長、これは私の先輩。暗号局長、かつて私が直接仕えた方。小西議員の関係者だらけかよ。それぞれのこの文書を作ったと思われる総務省の官僚の方々がいるんですが、私の配布資料の16ページ、高市大臣レク模様ですね、当方、西方紀、これは西方さんといって、今、データ通信課長、エース課長ですね、私も後輩ですけれども、立派な人です。で、長潮放送制作課長、これは私の先輩で、本当に立派な方です。で、安藤局長、私がかつて直接放送制作課の課長補佐として、法制課長として仕えた方です。これそれぞれの方に、ここに書いてあることをこれらの方が捏造したのかどうか、事実関係を確認して、それらの方の証言を答弁することを求めていますが、総務省の答弁を求めます。やばくない？小西文書を作ったと思われる人物はデータ通信課長の西方さん、小西の後輩、長潮放送制作課長、小西の先輩、暗号局長、小西の元上司って、全部お仲間なんですけど。そんな小西文書に対し、ネットでは小西ファミリーによる文書かよ、まごうことなき小西ファミリー文書で草。ちょっと待って、全員小西議員とお友達ってこと？お友達が作った資料で追及してんのかわら、やり放題じゃん。うちわで勝手に作った文書ってこと？小西友義国やんか。あい、わらわらわら、小西友文書わろた。そりゃ都合のいい文書が作れるでしょうね。考えずに発言しているのか、考える頭がないのか。この発言で文書の信憑性が数段確実に低下したことだけは分かった。これで信用しろっていう方が無理な話なのに、よく堂々とできるよね笑い。そんなんで高市に説明責任を。ふざけんなや。自分の関係者っていうことでどんどんマイナスイメージになることに気づかないのすごい。この3人呼んで国会で聞けばいいじゃん。で、その3人が結託して取扱い注意文書を漏洩させたと。もし捏造があればその3人が責任を負うということね。了解。証人喚問するしかないね。マスゴミは報道しない自由を行使するかしら、などと呆れの声が殺到してるみたい。まあ呆れの声が殺到するのは当然だよね。何せ小西文書を作ったのは同じ思想を持つお仲間なんだもん。それだとどれだけでも自分たちの好きなように、そして自分たちに利があるように作れるからね。しかもそれを国会で堂々と言えてしまう小西議員にもドン引きしちゃうんだけれど、とにかくこの行政文書の信憑性について徹底的に調べることが先決だね。話はそこからだと思う。っていうか、この問題の追及のせいで国会にかかる費用1日3億円が毎日毎日ドブに捨てられてるんだからね。国民の納めた血税だよ。いい加減早く終わらせてほしいものだよね。森かけ桜の二の舞はもうごめんだよ。